一応さっきあのマネージャーさんに確認したんですよ。クリスマス十二月二十五日って何やってるって来たら、グッていうことありましたね。はい。マジっすか。よりによって。はい、聖なる夜に。でもね、クリスマスまで一ヶ月切っちゃったんですけど。はい。今年のもうご予定決まってますか、クリスマス。ご予定いかがですか。いかがですか。一応さっきあのマネージャーさんに確認したんですよ。スケジュール、クリスマス十二月二十五日って何やってるって来たら、あの。 自己物件を取材に行くっていうロケ入ってましたね。<laughs> はい。マジですか？はい、あのやらせてもらってます。<laughs> よりによって <laughs>。はい、聖なる夜に。すごいですね。聖なる日にか自己物件に行くっていうロケ入ってました。あららら。はい。どう。ちょっとそれ見たいです。テレビですか、ね。本当 <laughs> テレビです。<laughs> 見ますね、はい。よろしくお願いします。チ <laughs> ョッパさんは？いや、私も普通に仕事が入ってて。 去年はちょっとバタバタしたりしたんで、うん、でもなんか家ですぐなんか予約せずに買えるケーキみたいなのをバーって買ってやったりとかた、ああでもやるんですねクリスマスパーティーみたいなのは、まあ家で家でケーキみたいなのはやりますけど、<ー>今年はどうしようまあ外もねやっと出れるようになったんで確かにねなんかどっか行きたいなとは思うんですけどかすよね。カナ、うん、さんお家でクリスマスとか、そうですねあのー、基本家ですね。 うん、どっかなんか予約していくってことも、まあ、ないですかね。<ー>子供の頃から、やっぱずっと家でした。<ー>それこそ、お父さんがこういうサンタの格好を。してくれて。<ー>そうそうそう、やってましたね。家でパーティーは。神社でですか。そう、あの、これがね、そうなのよ。<laughs> すごい完全に、うちのお父さんね、僕が小さい頃からね、<laughs> はい、なんかするたびに、こう、紙に使える子供が。何やってんだ、神に使える子供、<laughs> クリスマスだけは盛大に祝うっていう、ね。あ <laughs> それぐらいのパーティーをやってます。<laughs> いいいですね。でもイベントごとをねいいいい大事にするかって楽しいクリスマスですよね。